まあ、体力もないと、でお金もないと、でも大丈夫と、知恵があると、頭の中を詰め込むとレースに勝てる、全部をゴアさんにしてトップ集団に立てるわけですよ。じゃあどうやって勉強するのか、スマートフォンで勉強すればいいじゃないですか、一人でできますからね。まあ、ですんでね、力任せに体力任せに例えばアルバイト掛け持ちするっていうのはことさらに否定するわけではないですけども、現代世の中を勝ち切るには、うん、それでは体力では勝てないんですね。もうすでに体力の時代ではないんですよ。でお金のレースなんだけども、多くの人はお金持ってませんので、このレースでも団子状態、最後は知恵のあるものが一歩先に行くのかなと思うんで、私はね本当に頭を鍛え抜いていってね、誰よりも賢い人間になることだけが体力やお金を超越したレースへの勝ち方かなと思いますし、人生の作り方かなと思いますね。頑張って頭鍛えよう。僕もいってらっしゃい。